てはマスターズクラスの AC グループ7周の予選ヒートです。さあ C グループのドライバーにとってはこれが最後の予選ということになりますので、先ほど思ったようなポジションに上がれなかったドライバーは予選落ちをかけた戦いを強いられることになります。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。インサイド側が A グループのドライバーですね。ポールポジションはタイトラ総合トップ、カーナンバー81番ティームグローバル杉山健吾。タイトラタイムは46秒074、2番手にコンマ3秒以上の差をつけました。セカンドカーナンバー13番グレンブルーの塚本幸男、3番手11番ティームヒラの木戸太陽、4番手4番ティームグローバル帰山陽一、5番手3番アントレーシングティーム藤山貴信、6番手18番ティーム平野長田和美、7番手37番三枝秀和、8番手12番土橋秀和、9番手27番林雄一、10番手28番上田武彦となっています。ここでお呼び出しいたします。先ほどのマイクロマックスカーナンバー12番カート小僧レーシング立川太一選手、カーナンバー12番立川太一選手、コントロールタワー2階までお越しください。さあマックスマスターズ7周です。先ほどは佐々木克幸とトップ争いを繰り広げた塚本幸男、続いてはタイトラトップの杉山健吾です。杉山今日は絶好調、スタートは切られました。スタート杉山と木戸太陽が、あっとホームストレート、いきなりこれ岡田久岡、そしてもう1台は1コーナーで再スタートを切っていきましたけれども、岡田久は19番手スタートのドライバーです。トップ2は杉山健吾と、そして木戸太陽、好スタートを切っていた2人、3番手には帰山陽一、塚本幸男がそれをタコツボで返していく、いきなり返していきます。3番手に浮上、4番手帰山は直感足を落としてしまった、その隙に前に出てきたのは三枝だ、4番手に三枝、5番手に帰山、6番手に藤山、その後ろにいるのは長田和美でしょう。長い列となっています。最終コーナーから立ち上がってきます。ホームストレート、トップ3、塚本幸男はかなりラインが大外からという感じですよね。前の2台と3番手の塚本とホームストレートの走る位置が全く違いました。トップは杉山、2番手木戸、もちろんですねフレームやセッティングの違いもありますけれども、これはちょっと興味深いです。さあその塚本幸男、タコツボで入りまして2番手に浮上、3番手に木戸、少し離れて帰り山と三枝、その後ろには10番手スタートの上田武彦が6番手まで上がっています。さあヘアピンでは1台止まってしまいましたね、黒いレーシングスーツ、再スタートは難しそうです。2周終了、3周目です。上位陣トップ3は等間隔、三枝トップ5までが等間隔、6番手の長田和美の後ろが詰まっています。長田和美、上田武彦、インサイド飛び込みたいがこれはダメ、おおちょっと接触あったか。そしてその後ろからですね土橋秀和が来ていまして、さらに中島武彦までが一段となっています。現在この中で前に出ているのは上田武彦、6番手、その後ろに長田、土橋、中島、4台が一段となってホームストレートへ戻ってきています。10番手はカーナンバー31番高木智弘が上がりました。その後ろに森本、藤山貴信、フッサンはその後ろなんと12番手までドロップ。藤山の後ろには丸谷がいるでしょうか、さらに少し隙間が空いて4台がバトルをしています。山田が先頭です。カーナンバー86番現在タコツボ、
トップはバックストレートエンド。6番手争いが相変わらず激しい状況となっています。この6番手争いが競り合っているその影響で10番手以降がじわじわと近づいてきているようにも思います。10番手高木、11番手森本、ここは森本ペースが上がっていく。2コーナーで入った森本浩二、10番手11番手争いです。お、戻しましたね。高木智弘戻しました。さあ前では中島がヘアピンでインサイド飛び込んでいってワンポジションのアップ。上田武彦はこれを戻していくことができるか。先ほどは6番手を走っていた上田なんですが現在9番手までドロップをしました。代わって6番手に上がっているのは土橋秀和、その後ろに長田和美、中島、上田、そして森本です。これ森本のペースがいいですから、あのオレンジ色のヘルメットの最終コーナーにいるこの集団の中の1台、この後も上がってくるのではないでしょうか。残り周回数は2周です。上位陣は離れました。6番手以降が面白いことになっています。6番手土橋、その後ろに長田、中島、上田、森本。さあタコツボでは森本は仕掛けません。森本のペース明らかにいいですね。後ろの高木とか藤山、丸谷といったドライバーが離されていっています。帰ってくると残り1周です。ファイナルラップ、トップは危なげなく杉山。さすが今日タイムトライアルでダントツのタイムを叩き出しただけのことはあります。2番手まで戻した塚本幸雄も全く届かない。現在タイムでですね、うわ、現在タイムでも何ですか、塚本幸雄よりもコンマ5早いです。杉山健吾46秒390で、木戸太陽も46秒4というタイムは出しているんですけれども、杉山セクター2でまた最速をマーク。セクター2というのは6コーナー手前からバックストレートエンドまでのことを言いますが、赤マークがつきました。この区間を19秒096で駆け抜けて今トップチェッカー。2番手塚本、3番手に木戸、4番手帰り山、三枝、土橋、長田とチェッカーを受けていきました。これでマックスマスターズ C グループは予選終了ということになります。続いてはシニアクラスの AC グループです。